同じエネルギーを摂取していても太りやすい人と痩せやすい人がいますその差は何でしょう腸内細菌にはデブ菌と痩せ菌があり太りやすい人はデブ菌が多くて痩せやすい人は痩せ菌が多いのです一般的に痩せ菌と称されるものが。 日和菌の一種であるバクテロイデスというグループに属する数種類の菌たちです肥満と腸内細菌相の関係についてまだ不明なことが多いですがバクテロイデスが炭酸脂肪酸を作ることに注目します炭酸脂肪酸は菌そのものではなく菌の生み出す成分で酢酸 酸、酸プロピオン酸などがあります。ビフィズス菌や酪酸菌などの善玉菌もこれらを作るのでバクテロイデスのみを補うより菌のバランスが取れるようにすることが重要です発酵食品を積極的にとって腸内細菌を補充したり食物繊維のように 腸内細菌のの餌となるものを取り入れます腸内細菌を移植する病院も出てきていますが菌を補ったからといって菌が腸に定着するとは限りません誰でも簡単にできることは高等植物の葉緑素を摂取したりキノコの戻し汁などを利用することです キノコ類や高等植物はカビに打ち勝つことができる酵素を持っていますキノコが生えやすい環境にはカビも生えますがキノコはカビに打ち勝って成長します植物や藻類もカビが生えやすい環境に育ちます高等植物になると葉緑体を持ちカビに対抗する酵素を持っています 腸の中に、タンパク質の燃えカスで硫黄の酸化物である硫酸イオンなどの汚染物がたまっているときは卵巣類を使い乳酸菌の発酵が弱いときは緑藻類を使いカビ対策には高等植物とキノコを使います摂取しない方がいいものとして防腐剤があります 腸内細菌は防腐剤が一番苦手で食品のための防腐剤はカビも腸内細菌も殺しますがカビの方が増殖能力がありますので腸はカビが優位になりますカビが増えると痩せ菌が減ります痩せ菌が出す炭酸脂肪酸は疲れた神経を修復する働きがあり 段差脂肪酸を作れなくなると脳疲労が進行するといわれる。痩せ菌が少なく、デブ菌が多い人は疲れやすい。